こんにちは、速稼塾の久保でございます。特別定額給付金の第2弾が一部の世帯に給付されるということにね、ついてですね、私動画を何本か撮ったんですけども、いや私的にすごくね、寂しいというか悲しいコメントがね割と多かったなと思ってます。まあこれは勝手に私が悲しいと思ってるだけの私の判断基準なんで、必ずしもねそういう気持ちを抱いた人を攻撃するものでもないですし、いろんな考え方があると思うんですね。で、今日はそれについてちょっとお話しすることと、だったらどうするっていうことをね、後半の方でもお話してみようかと思います。まずどんなことが悲しかったかというと、これはね一部の方なんですよ。確かに一部の方にまずは支給が決まった。だって予算の枠があるわけですから、今回30兆円ぐらいだと思いますけども、30兆円の中で、本当にね、いろんな医療関係の方ですとかね、それからエッセンシャルワーカーの方ですとか、他の部分とかね、まあもちろん納得できない部分はありますよ。私も同じ気持ちです、そこは。ただ、全く誰にも公平に支給されないっていうのが、私の望みではなかったんですよね。誰か、一部の方でもいいから、まずはね、一部の方に配慮していただきたいなっていうところで、まあ、一人親世帯っていうところが、まあ、白羽の矢が立ったと。これはですね、配布の経路も今確定してるんで、支給がものすごく早いんですよ。これ12月の半ばまでには着金すると思います。もう恐ろしいスピードですよ。2週間ですからね。全国一律給付、国民全員一律給付になると、少なくとも数ヶ月かかるわけなんですよ。これ前回、第1次の定額給付金、出してくれたんで、そのルートが使えるかというと、このルートもねなぜか潰されてるんですよ。で、まあ官邸の言い分としては、マイナンバーカードがあればスムーズに払えるのに、国民の皆さんはマイナンバーカードを作ってくれなかったじゃないですかっていうことなんですよ。だから私たちにもね、そういう意味では隙があったかなと思います。私はマイナンバーカードあるんですけども、でもねほとんど使ったことがないですよね。最近はね、FX の口座開設にマイナンバーカードを要求されることが出てきたんで、まあ、あってよかったなと思うんですけども、それでもね、ほとんどの方にはマイナンバーカードって意味がないと思うんですよ。これね、でも将来的にはね、マイナンバーカードに多分ね、もう一律されると思うんですよ。で、もちろんね、セキュリティの面とかどうなんだっていう方いると思いますけども、私はね、セキュリティの面を置いてでもね、マイナンバーカードに一本化した方が、様々なことがスムーズになって、それこそね、私が思うのはね、税金の申告って自分でしなくちゃいけないでしょ。でもマイナンバーカードになると勝手にやってくれるような気がするんですよ。そうなるとものすごく楽だなと思うんですよ。まあ私は税金のね、納税額それほど多くないですけども、ただね、計算するのにやっぱり何日かかっちゃったりとかで、税金払った後もミスがあるんじゃないかなとか、税務調査が来るんじゃないかなと思ってね、やっぱしばらくは気が気でないんですよ。となると自動的に計算して引き落としてくれた方が、どんなにね、精神的に時間的に楽かなと思うところがあるんですよね。ちょっと話脱線しましたけども、話戻しますね。この支給が決まった対象者の方に怒りを向けるコメントがね、結構あったりとかするんですけども、これはちょっと違うんじゃないかなと私は思うんですよ。仮に自分のところにお金が入らなくても、誰かが助かればいいなっていう気持ちから始まって、じゃあ次はどうするなんですよね。今回は一人親世帯だったんだけども、じゃあ次はどんな人に受け取ってほしいのかなってことを私たち国民が決めて、そのまあ、いろんな意見があると思いますけどね、次はこういう世帯、次はこういう世帯、次は家族が多いところとかね、いろんな意見があると思いますけど、じゃあそれをね、思ってるだけじゃなくて、誰に届けるかってことをしなくちゃいけないんですよ。もちろん私に届けられてもそんなに影響力がありませんので、私がね、決定権があるわけではないんで、なかなか遠回りになると思いますけども、やっぱりね、官邸にしつこくメールをするとかね、で担当部署にちゃんと電話で言うとか、それとも提言書を送るとかね、やっぱアクションを起こすことによってそれっていうのは決まってくると思うんですよ。少なくとも何も言わない、何もしない、私みたいに YouTube も上げない、SNS で発信もしない、なんか心の中でグズグズ思ってるだけだと、これはね、誰も気づいてもらえません。というのが、この決まりを作るのは基本的にお金に困ってない人なんですよ、ね、政治家さんって毎月200万ほどのお給料ありますから、お金に困ってないんですよ。私たちの苦しみなんて分かってくれないです。分かってくれないから分からせるまでやるんですよ。ここが大事ですよ。分かってくんないよって、あいつらになんてと思ってふてくされて口を閉ざしてしまえば、ずっと分かってもらえないままです。だから私はしつこくね、しつこくやるんですよ。しつこく声が通るまでやります。昨日はですね、公明党さんの方とお会いしてですね、公明党の、まあ、話のね、分かる方に今度面談をお願いして、できれば YouTube で対談で、なんで公明党さんこんな時には黙ってるんですか。ここにね、昨日お会いした方に言ったんですよ。コロナ禍から国民を守り抜くって書いてるんですよ。公明党の皆さん、関係者がいたら聞いてくださいよ。前回
1人一律10万円の特別定額給付金を実現したとここに誇らしく書いてますよね。この時は本当にありがとうございました。山口代表の提言のおかげで自民党の思い越しが動いたと思うんですよ。ただね、ただその時よりも今はもっと深刻なんですよ。なんで今黙ってるんですか。こんなことをね、過去の栄光を誇らしく語るんだったら、今公明党はこうやって動いてますよとか、一律100万だとかね、財政出動50兆だとかね、そのぐらいのことはね、公明党さんやってくださいよ。玉木代表はやってますよ。もう本当にね、自民公明党の連立政権って言いますけども、私はっきり言いますけどもね、これ公明党さんって自民党のなんかこう下僕になってるんじゃないですか。もうちょっと強く発信してくださいよ。この時こそ、今こそね、国民を守るチャンスじゃないですか。そしたら多くの方が頼まれなくてもね、選挙の時に公明党さんに応援しますよ。なんか選挙の時ばっかりね、しつこく連絡してきて、でもうはっきり言って、それで今ね、何も動かなければ今度公明党さんも敵になりますよ。これは国民の敵に。今ね、自民党の一部の方に対して国民の不満がすごく高まってますけども、そういえばこういう時のために国民の声を聞いてくれる、小さな声も聞いてくれるんでしょ。どっか書いてましたけども、ちょっと小さな声聞こえてます。公明党さんっていうのは創価学会の方ともつながり多いと思いますけども、生活に困った方誰もいないんですか。公明党さんも私たち国民の声が全く聞こえないんですかね。もう本当に私はね、情けない。公明党さんがいながらね、自民党を野放しにしてる、その公明党さんはもっと、ね、力があると思うんですよ。私たちの悲しみに寄り添ってくれてると思うんですよ。だからなんとかね、いろんな事情あると思いますけども、この冬をね、年末を越せるようになんとか力を貸してもらえませんでしょうか。そして10月は残念ながら自殺者の方が女性を中心に増えました。これ公明党さんのせいだとは言いませんけども、ただね、一人でも救える命があったと思うんですよ。まあ、全てをね、公明党さんのせいだっていう言い方もね、ちょっと私も口が過ぎるんですけども、私たち国民もやっぱ高い意識を持っていかないといけないなとかね、助け合っていかないといけないなとかね、行動していかないといけないなと思いますけども、これはね、今度ね、私今言ったことをぶつけたい。公明党の確たる職の方に私は面談をお願いしてますんで、実現すると思いますから、私たち の声をね、ぜひね、公明党さんなら聞いてもらえると思うんで、なんとかね、結果ダメでもぶつかってもらいたいんですよ、私たちの、国民の代表として。私はね、公明党さん、本当にこういう時だからこそ虫がいいかもしれませんけども、あ、そういえば希望の星、公明党さんがいるじゃないかと今思ってます。ただこの数ヶ月ちょっとおとなしいんですよ、公明党さん。自民党になんかやられてるんですかね。自民党なんかに負けないでくださいよ。それこそね、連立じゃなくて公明党さん一本で政権取ればいいじゃないですか。私はね、そういう意味では応援してますよ、ではいろいろとね、激しいこと言いましたけども、よろしくお願いします。ということで本題戻しますけども、一人親世帯に支給がされたんだったら、なぜね、それを喜べないんだってことなんですよ。なぜそこでね、不平不満が出るんだと。どんなことをやっても不平不満は出るんですと、ね、だってはっきり言ってね、自力でお金持ちになった人って何の保証も補助金も助成金も受けられないんですよ。自力でお金持ちになった人さ、その人たちにはその人たちの不満があるんですよ、だからどういうふうな枠組みを作っても誰かから不満は出るんですよね。でも今回の場合は同じ困った者同士ですよ、これね、ちょっとこういう例えをね、もう一回言わせてもらいますけども、まあ私ね、一家を持ってるんですけども、まあお父さんであり奥さんがいますよね、お母さんで子供がいますと。でこの家庭にある人がね、やってきて、あ、君たちは3人家庭だね、まあこれ4人家庭って仮定してください、4人家庭だねと、お子さん2人いるよねと。じゃあ皆さん、この家庭4人の家庭の中でお腹が空いてる人ばかりみたいなんで、おにぎりを1個あげるよっていうふうに言われた時に、お父さんはね、誰にあげると思います。お父さんおにぎり1個もらって、あ、1個のおにぎりかで分けることができないんですよ。1個は1個なんですよ、1人にあげないといけない。誰にあげると思います。やっぱり一番小さな子供、もしくは、まあ、子供にあげると思うんですよ、間違いなくね。そういう感覚なんですよ。で1個あげて子供が食べたのを見て、不公平だ、お前だけ食ってって思わないと思うんですよ。まずは、あ、自分はちょっとまだお腹空いてるけども、まずは一番弱い子供がお腹満たされてよかったなと、次はもう一人の子供だな、次は奥さんだな、俺は最後でいいからみたいな感じになると思うんですよ、もちろんね、お父さん自身も病弱であったりとか、もう今物を食べないと死んじゃうみたいな状況あると思いますけども、ここはちょっとね、私の勝手な考えですけども、痩せ我慢してね、もう俺は後でいいから、お前ら先に給付金もらえよみたいなね、いや俺はもう なければないでない、いいよいいよ感じでね、なれればなと思うんですよ。まあ痩せ我慢ですけどね、これはね、
すみません、これは私の勝手な考えなんで、そう思わない人を攻撃してるわけではないです。ただやっぱりね、私のコメント欄に書いてくださる分には自由なんですけども、やっぱり一部の方はね、自分にはなかったけども、とりあえず救われる命があってよかったねっていうね、温かいコメントもあると思うんですよ。で、コメントは何書いてもいいんですけども、どうせ書くんだったらね、やっぱ人が喜ぶようなコメントを書いた方がいいような気がするんですけどね。まあでも本当に素直な声を届けていただきましてありがとうございました。書く方もね、コメントいろいろと勇気がいったと思いますし、本当にこう憤りもあったと思うんですよ。それも込みで私も皆さんの悲しみとか憤りとかね、不平不満の気持ちも込みでこれからも放送の方を続けさせてもらいます。まあ本当にね、お気持ちごもっともで、不公平じゃない方がいいんですけども、不公平っていうのはどうしても出てくるんですよね。だからどうするなんですよ。ここからが後半になってきますけども、じゃあ一人親世帯の支給が、まあ、ほぼ決まりです。これ決まりましたとしましょう。次のアクションどうします？じゃあ次は家族の多いところにどうでしょうかっていうふうなアクションを起こしていきましょうよ、ね、これで終わりじゃないですから。このね、予備費の使い方は一部決まりました。でも第3次補正予算これからなんですよ。第3次補正予算には生活支援をどんどん盛り込んでいきましょうということを私たちが提言していきましょう。そして個人の力が弱いと思うんだったら、公明党さんを通じてとかね、近くに事務所必ずありますから、それで創価学会の方もいると思います。で、令和新選組の事務所に電話やメールをしてもいいと思いますよ。とにかくね、自分一人じゃなんとなくなと思うんだったら、すでに組織化されていて自民党にガンガンね、追及をしてくれてる、そういった野党とか、それから政治団体とかね、幸福実現党とかもあると思いますんで、あとはオリーブのキーさんとかね、いろいろあるじゃないですか。そういうところと一緒に自分の声を届けてもらえませんかということでメッセージ出してもいいと思うんですよ。もちろん私のところに並んだコメントにつきましては、私が皆さんのね、コメント一つ一つを確たる方に届け続けます。だその辺は受け負います。私もね、私も、まあ、多少時間の余裕もありますしね、隠居してますんで、今この時期はね、どうしても国民の悲しみを、確たる権力者に届けてね、げんこつをドカンと打ち負かしたいところもありますし、山本太郎さんなら聞いてくれると思いますしね、いろいろとできることはやります。私もね、皆さんの代わりにやることは結構できると思いますんで、そこは受け負います。でも皆さんがやることってのはこれから大事ですよ。一人親世帯を不平不満で鳴らしてね、そういう人たちにもっともっと窮屈な思いをさせる、そんなことをするんじゃなくて、じゃあ次は誰に支給してほしいのか、いや俺に支給してくれよとかね、私のところも苦しんでお願いしますでもいいんですよ。それは、それを気づいてもらうことなんですよ。誰が今度は支給対象になるのか、そのために財源はどうするのかって問題もないですけども、財源は全く問題ないですからね。税収から払ってるわけじゃないですからね、これね、ここもちゃんと私たちは理解しないといけない。私たちの税金っていうのは何に使われてるかっていうと、それは国家運営の費用に使われてるわけではないんですよ。ここは強く言いたいですけども、国家運営の費用っていうのは国債を作るだけでどんどん発行されてるんですよ。国債を10兆円切ると10兆円のお金が市場に広がって、その10兆円は消えないんですよ。ずっとこうなんですが、財政って膨らんでいくんですよ。で、将来世代の付けはありません。どれだけ国債を切っても将来世代が困ることはありません。逆に国債をどんどんね、縮小していくと将来世代はものすごく困ります。だからこの辺はね、また別のお話をしようかと思いますけども、今回ねお伝えしたいのは、これですね。まあ一人親世代に支給が決まったんだったらいいじゃないですかと。じゃあ次は不公平だっていうんだったら、じゃあどうやってね、不公平を埋めるかっていう行動を私たち考えて行動していきましょうってことなんですよね。不公平だっていうだけでは不公平はなくなりません。こうやったら不公平は埋まるんじゃないかなってことで考えて、そのアイディアをゆったりね、行動できる人に伝えていく、もしくは自分で行動する、これしか私はないと思うんですけどもね、ちょっとね、今回の動画言い過ぎた部分がありますけども、ご不快をかけた方本当申し訳ありませんでした。ちょっとついつい私も感情的で興奮してしまうんですけども、それだけ私も憂いてるわけなんですよ。こんな世の中ではいけないとね、ですんで私ね、何人かの方が応援してくれてますけども、令和新選組の山本太郎さんと、なんかね、やった方がいいよと。私が山本太郎さんに見合うような人材になれるかどうか分かりませんけども、ただね、山本太郎さんが34歳でしょ、私よりも随分若いわけですよ。でその方がね、若いもんがあれだけやってるのに、私がね、もう変にね、大人ぶって批評だけするのもどうかなと思いますんで、やれることはやっていこうと思います。あとね、コメントの方も皆さん読ませていただいてますんでね、ただちょっとコメントの返信がもうね、追いつかなくなってきました。1日にね、200件を超えるコメントいただいてるんで、さすがに読んで
皆さんの気持ちを汲むのが精一杯で、コメント返信したりとかね、動画返信もしてましたけども、なかなか全部はできなくなってきました。ということで申し訳ないんですけども、コメントはどんどん書いてください。皆さんのご不満、それからね、私に対する異論とか反論でも全部私の財産です。私と同じ考えである必要はありません。で、私にね、有利なことを書いていただく必要もありません。どうか皆さんのね、胸の内、心の内を晒していただいて、その魂の叫びをね、私に見せていただければ、私はね、そのための行動をできると思いますし、多少なりともね、支援がこうね、何かの形でやっていこうと思うんですよ。とりあえず今回はコメントさんに、きちんとねお話しする場をいただけるということなんで、ありがとうございます。コメントさんはね、憎んでるわけでもないですからね。ただ今動いてほしいですよ。今が本当に人を助ける時なんですよ。ね、公明党さんが動けば、こうやって自民党もね、無視しないわけでしょ。ということなんで、私は信じております。一緒にやっていきましょう。いってらっしゃい。